こんにちは、転職大魔王さん。動画見てくれてます？私はね、転職大魔王さんの動画見てますよ。で、今日私の動画にコメントくださいましたね。あのシャアの格好で出てたやつ、ありがとうございます。ということで、今日もですね、転職大魔王さんの動画のタイトルをパクって私の動画をお届けしたいと思います。タイトルは餃子屋で初めての中国語ということでございます。まあ一通り見せていただいたんですけども、だからといってね、私の近所には餃子屋さんってないんですよ。ですんで、このまま部屋の中からトークでお届けしたいんですけども、このね、転職大魔王さんが餃子屋さんに行ったっていうのは、あのこの前のね、堀江さんと尾道の餃子屋さんがちょっとね、何かあったよっていうことに触発されて行ったと思うんですよね。これね、多分ね、全国的に似たようなムーブメントが起きていて、餃子が今ね、ブームになってるんではないかなと思います。要するにね、何が起きても注目が集まると売り上げが上がるってことなんですよね。で、今回転職大魔王さんは中国語で何かね、喋られているということでございます。実はね、私もね、中国語ちょっとだけやるんですよ。本当にちょっとだけです。それはね、麻雀をやっていったってことと、大学時代ね、中国人パブにちょっとね、通ってたことがありまして、中国からの留学生の方が自分のね、授業料とか専門学校の費用をね、これ稼ぐためにやってきて、働きながら、パブで働きながら料理の勉強してるんだというふうにね、話してくれてました。で、中国人パブのね、面白かったところっていうのはすごく興味深かったのは、まあなんかね、本当に日本人みたいなメイクとかファッションしてくれて、まあアイドルさんみたいにすごくね、可愛らしい格好で接客してくれたんですよね。で、当時私が年齢23で、女の子が18歳か19歳ぐらいの方がいっぱいいてですね、専門学校に行くんだみたいなことだったんですけども、最初の1時間っていうのはサービスで5000円なんですよ。飲み放題で5000円、最初の1時間ね。でも自己紹介たどたどしくやってるうちに終わるんですよ。なぜならこっちが喋れないですから。で、向こうも片言の日本語なんですよ。だからね、結構引き伸ばされちゃって、その日は3時間いました。で、2時間目から8000円になるんですよ。いや、だからね、結局ね、2万円ぐらい使っちゃったかなと思いますね、最初に行った時。単なる大学生の私には痛かったですね。でもね、次の日にもまた行きました。ということで、あっという間にね、お小遣いがなくなって、バイトを20時間ぐらいガーッと入らせてもらってね、時給900円のバイトで2万円ぐらい作って、また中国人パブに貢ぐってことをやりました。で、中国語のテキストをね、古本屋で買ってきて覚えた、この言葉がですね、ハオツーってやつですね。これ美味しいって意味だったと思うんですけども、確かね、ハオツー、あとサイゼンっていうのもともとね、覚えてましたよね。で、そういった形でもしかしたらこの子と恋に落ちるかもしれないみたいなことやってたんですけども、その前にお金がなくなりましたね、あっという間に。それだってね、2、3万持っていかないと、行って最初の1時間というかね、45分なんですけども、45分で帰るっていうのはかっこ悪くてできないじゃないですか。で、結果行けなくなっちゃったっていう、最もね、かっこ悪い状態になりました。まあでも聞いてみると、半年後にはなんですか、中国帰っちゃうらしいですよね、当時の話ですけども。だから半年経ったら帰ってしまって、もしまた会いたかったら中国に行くしかないみたいなね、そんな状況だということを当時聞きましたね。ということでね、儚い恋でもなかったんですけども、まあ当時ね、ウブだった私はドキドキしながら、この子と恋に落ちるかもしれないと思いながら、大学の方ではね、軽音楽部にいて、いろんな女子大とか短大、専門学校の女の子と合コンやっていたという、とんでもないね、日々を送っておりました。でも私がね、大学に行く目的っていうのは、合コンをむちゃくちゃしたい、ただそれだけだったんで、目的は達成されたかなと思います。ただあまりにもモテなさすぎたんです、私は。モテなさすぎて、結局40過ぎるまで結婚はできなかったというね、そんなオチでございます。はい、本当にね、ありがとうございました。当時のね、何々ちゃんだか忘れましたけども、どうせ芸名でしょうかね。あ、当時ね、めぐみちゃんっていう芸名っていうか、あの源氏名でしたね。で、丸いね、名札をこうつけてて、めぐみってカタカナで書いてたんですけども、めぐみって名前なわけがないですよね。当時私は源氏名ってことの意味もよく分かんなかったんで、珍しい名前だら中国人なのになぐらいしか思ってなかったですね。いやー、カモでしたね。ということで、今日もカモカモフィーバーでございます。カモカモ作戦、玉ねぎ戦略。それでは、餃子屋で初めての中国語、これね、何なんですっけ、転職大魔王さんの、動画になります。はい、それではまた会いましょう。転職大魔王さん、コメントしてください。